皆さんこんにちは、カイポン TV クソ、どうもカイポンです。はい、ってことでね、久しぶりの実写動画ということでね、ずっとゲームばっか上げてたんですけどもね、たまには撮んなきゃということで上げていこうかなと思います。でね、まあ、今回の企画なんですけども、最近ほらずっとさ叫びに叫びまくってた食レポ食品デビュー動画、これ全然上げてなかったじゃないですか。で、ちょっとね、久々に再開、そろそろした方がいいかなと思いまして、もうね、9月も終わって、もう明日ぐらいからもう10月始まるんですよね。もう2020年、あと2ヶ月ってことですかね。なんでね、そろそろ集大成に持っていけるような動画をね、撮り始めようかなと、僕も思います。今回紹介する商品はですね、こっちだ。プルーシコパスタを手作りソース、醤油&ペッパー。はい。ということでね、今回こちらの商品をね、使って、料理をね、まあ、パスタですね、作っていきたいと思います。まあ、これ結構、まあ、知ってる人もいるんかな、キューピーさんが出してる商品なんですけどもね。実は2種類あって、これともう1個ガーリック&青唐辛子か赤唐辛子みたいなやつもあったんですけど、こっちの方がなんか和風テイストっぽい、まあ、僕和風のパスタ好きなんで、和風のテイストっぽいのが作れるんじゃないかなと思ってこっち買ってきました。でね、なんかこれこうなんかフライパンでこう、さらっと簡単に和えるだけっていうのができるらしいんで、ね、この野菜炒めも作るらしいし、これはね、作っていこうかなと思います。はい。まあね、とんでも簡単な作業だと思うんでね、まあちょっと、ハラハラ撮りながら、ね、撮影しながらね、やっていこうかなと思います。皆さんね、ぜひお付き合いくださいと、いうことで、面白いって、イェイ !GO! とね、今回ね、入れるこの食材の方ですね、ベーコンとピーマンですね、適当に切りましたんでね、じゃあね、早速やっていこうと思います。まずパスタ作るんでね、隣でお湯が沸いてます。で、こちらのフライパンになんですけども、先に、こちらをね、入れるらしいです。こちらを先に入れて、火を入れる前に入れるらしい。で、ここになんかね、よく見ると、メモリ、くぼみがあるんですけど、ここに。1、2、3みたいな感じで。で、このくぼみが大さじ2、2? だから、1人分らしいんですよね。なんで、ちょ、併用してね、やっていこうと思います。マジで難しい、多分。ちょっと一挙。一応ね、今タレ入れたんで、やっていこうかなと思います。で、入れたんでね、あとはもう絡めるのと、お湯でパスタやるので、終わりらしいです。ちょっとね、もう、タイマーセットとかもしていけないといけないんで、僕はね、まあ、ちょっと、ここら辺までなんでます、料理工程は、ちょっとね、出来上がりに楽しみに待っててください。はい、ってことでね、調理工程はね、少しか見せなかったんですけど、これを使ってね、作りました。今ね、さっき出たと思いますがね、こちらですね、できたんでね、なんかいいできないですか、ベーコンのピーマンと。で、あえて茹でて、あえました。これね、まじこの味は食べたことがないんで、で、舐めたらさっきね、ちょいつまみでつまみ食いして食べることもなかったんで、本当に、初見ですね。いや、本当に、初見、いただきたいと思います。うまそう、でも。いただきます。うん、いや、めちゃめちゃうまいやん、これ。うん。やっぱ、醤油の味ちゃんとして、ペッパー、ね、すごい、油も、ある、濃厚って言っちゃあれやけど、濃厚っていうか、すごい、いい感じの、
配分ですね。で、やっぱね、なんかね、書いてたらやっぱ鰹節、だしも効いてるらしくて、やっぱ和風テイストだから、だしも感じます。めちゃくちゃうまい。うん。うん。うますぎるな。何がうまいってね、茹で方がバッチリ。うん。柔らかくもなく、硬すぎもない。最高です、これ。うまっ。タレが染み込んだピーマンとベーコンがマジでうまい。うん。やっぱキューピーさんだな、パスタは。うん、これマジでうまい。みんな試して、ほんとにこれえぐいわ。うん、うん、書いてあるんだけど、ただね、オニオンパウダー、玉ねぎの味もしっかりとします。で、鰹節のエキスも入ってて、ニンニク、胡椒とか、あのね、やって、すごい美味しい。本当にうまい。いや、ちゃんと、今回味見程度のパスタ、料理で作ってたんですけど、いや、これは本当に、本気で、ちゃんとした料理で食べたい。ベーコンうまいね。うん。いや、久々の動画にしては完璧な、上出来っていうか、マジで美味しい、これは。うん。うん、こんなに美味しいのあるね。先に食べておけばよかったね。もっと早く。でもパスタだけじゃなくて、味的にすごい野菜炒めでこれ作ったらうまそう。うん、野菜炒めはちょっと合う、これで。まあまあ一つ、まあ、正直レビューなんでね、厳しめのレビューなんで、まあ、ちょっとあのあげるとしたら、ちょっとね、やっぱ1人前使うにも大さじ 2? なんで、そう、2人前って書いてあるんですけど、2人前が大さじ4なんで、1人前はね、の 100g は、パスタ 100g に対して大さじ2なんで、で、大さじ2っていうと、ここまであったタレが、もうここがくぼみなんで、こんなに、もうわかりますかね、こっから、このパンパンのか、ここまで使っちゃうんですよね、ここまで。なんで、これあの、5人前分しか入ってないんですよ、この1本で。だから簡単に言うと、5回当たり前か、5人前だもんね。まあだから、使ったらこれなくなっちゃう計算なんですよね。でも結構味濃いんで、まああんま、そんなちょっとね、ちゃんとぴったり合わせて使わなくても、味は美味しく食べれるんじゃないかなと、思います。そこはフォローしておきますわ。うん。なんでね、すごい、美味しいガチで、とっとと完食しちゃいますね。唇テッカテカ。はい。ってことでね、今回ですけども、こちらのパスタソース、試してね、シュー&ペッパー試してみました。これ次回っていうかな、まあ、今度は、なくなったら、まあ、なんかガーリック&、青唐辛子かな。で、まあ、ペロンチーノとか作ってみたいなと、挑戦ね、また、レビューしていきたいなと思います。ね、もう本当にこれ、美味しかったんで、ぜひ皆さんね、これ試してみてください。あ、試してみてくださいね、これ。皆さん、これ、本当に、簡単にね、そのパスタもできますので、いろんな料理も使えるということで、本当に美味しいね、ソースになっておりました。キューピーさんね、素晴らしい動画だと思います。案件、お待ちしております。はい。ぜひ皆さん、この動画が良かったら、チャンネル登録、ぜひ高評価、ぜひぜひお願いします。またね、昨日から、とかね、いっぱいゲーム関係のね、動画も上がってますので、そちらも見ていただけると、とてもありがたいと思います。つゆやまさんね、次回の、こちらのね、また、動画で、商品レビューね、うまーい叫んでいきたいと思います。バイバイ。